ヨンデンさんはな、すぐ難しいこと言って煙に巻こうとするんや。小津さん、なんですか、いきなり。ひどいですね、もう。いや、いかんで、そういう癖。ほら、忘れてへん。私になんか言うことない。え、好きです。いや、そういうのいいから。え、ほら、説明してくれるんやろ。燃料費なんとかいうやつ、電気料金の明細に書いてあるやつ。ああ、思い出してくれた。なんなん燃料費って。なんで私が直接払うんか、はなはだ疑問やわ。小津さん、それは燃料費調整額と言いまして。燃料費調整って、燃料の何を調整してるって言うんや。火力発電に使う燃料の価格が上がったり下がったりするのを、毎月皆さんの電気料金にも自動的に反映する仕組みです。自動的に？どう調整してるん？あらかじめ四国電力が設定している基準となる燃料価格と実際の燃料価格を比較して、基準より実際の価格が高ければ電気料金にプラス、逆に基準より実際の価格が低ければマイナスに調整するというものです。基準があるんや。だから調整が必要で、調整額とな。そうです、小津さん。でもな、ヨンデンさん、そもそもそんなことせなあかんのって。なんでやねん。燃料の値段ってそんなに上がったり下がったりするもんな。はい、そうだ小津さん、火力発電に使う燃料にはどのようなものがあるかご存知ですか？石油とか。そうですね、その他にも石炭や LNG などがあって、これらのほとんどは海外からの輸入に頼っているんです。その上、日本の電気は 70% 以上が火力発電で作られているので、火力発電の燃料がたくさん必要になるんです。おお、そうやったんか。燃料のほとんど輸入か。ふんふん。そしてその燃料の価格は国際情勢や為替レートに大きく左右されてしまいます。資源をほとんど持たない日本にとって切実な問題なのです。なるほどな。値段がコロコロ変わる燃料が必要な火力発電に頼ってるから、燃料費調整ってものがあるんやな。値段下がるとええな。頼むで。しかし、小津の